渋谷区の松濤美術館で今、アイヌ民族の服飾文化に関する展覧会、アイヌの装いと晴れの日の着物が開かれています。去年7月、北海道白老郡にオープンした国立アイヌ民族博物館の開館を記念して開かれたものです。東京でもその PR 展っていうのをしてみたいんだっていうような話がありまして、やはり衣装がいいんじゃないかっていうことで、国立アイヌ民族博物館の研究員の方にご協力いただいたりして、こういう形になりました。展示構成はまず第1章で木の皮から作られた繊維で織られた衣アットゥシを中心に、その技術や文様の美しさなどを紹介しています。着色してないですね、木なりの色の、まあ、美しさ、あと素材の持つ強い感じ、なんかこう大地とつながっているようなシンプルな構成と力強いその質感っていうのはアットゥシの魅力です。そして第2章では晴れの日にまとう着物ルンペに焦点を当てています。その対照的なのが木綿の持っている切れ地の多様さ、絹と木綿を使ったり、それから絹でもいろいろな色がついてたり刺繍がしてあったりって、そういうところを比べてみていただくと、まあ、アイヌの服飾の広がりっていうのが分かるんじゃないかと思います。手縫いの技術と美意識の高さがうかがえるこの展覧会は8月9日まで開催の予定です。